長崎電気軌道500系電車は、1966年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両である。長崎電気軌道では、輸送力増強と車両不燃化の観点から二軸単車や木造車の置き換えを図るべく、1961年より1963年の3年間で、年間7両、合計21両の 全金属製ボギー車を新造する計画が立てられた。当初の計画通り、1961年に360系7両、翌1962年に370系7両を導入したものの、同社の経営悪化により1963年の導入は実現せず新車導入は14両で打ち切られた。本形式は360.370系。 導入後も残存する木造車の置き換えとボギー車化を目的として1966年に何わ後期で6両が製造された。新製コスト抑制を図るべく車体は新造品に対し台車や主要機器は大阪市電1701系の廃車発生品を使用した機器流用車である。設計当初よりワンマン運行に容易に対応できるよう設計され実際に 同社初のワンマン運行には本形式が用いられた。本形式の導入により、木造単車の大半が置き換えられたものの、依然残存した木造ボギー車の置き換えは1969年導入の600系、700型といった他都市からの中古車に頼らざるを得ず、新造車の導入に至っては1980年導入の2000型まで途絶えることになった。車内の様子。 座席背もたれは上部のみ設置されている。全室の360.370型と同様の全中皮、全金属製の車体だが、全長は 500mm 延長され側面窓が1枚、笛窓配置は D4D4 D となった。また、中扉は、同社の自社発注車としては初めて引き戸が採用された。前面は、都電八千型に類似した三面折りつま構造で、 370型では、側窓より一段低くなっていた、前面窓が、側窓と同じ高さに変更された。その他全体的に、コスト削減を意図した設計で、細部の造形は工作の簡略化から、角の丸みを少なくして角張った造形となり、ウィンドウシルも外部に露出している。室内も蛍光等点数の削減と、座席背もたれの簡略化が図られている。設計時より、 ワンマン運行への対応が見据えられており、入線時より自動ドア、放送機器、車内鏡を備えていた。当時段階的な路面電車網の廃止を実施していた、大阪市交通局から譲り受けした大阪市、交通局1701系電車の発生品を流用している。台車は JG ブリル車製、ブリル 77E、主電動機は SS-50 を1台車あたり1機。 一両で2機搭載する。SS-50 は、戦後、1372、1435mm、機関路面電車用標準電動機の一つとして、制定され電気メーカー各社で量産されたもので、その型番は、50馬力標準機関用、標準電動機を意味する。大阪市交通局1701型が、 搭載していたのは三菱電機製で、メガバイト -245L という、同社製としての型番が与えられている。制御機は直接式の KR-8、制動装置は直通式の SM-3 を搭載する。KR-8 は本来三菱電機が、イングリッシュエレクトリック車製の DBI、K シリーズと呼ばれる直接制御機を模倣して、設計したものであるが、 太平電鉄機械など各社が同等品を製造したため、戦後の日本における事実上の路面電車用標準制御機となったモデルである。前日の通り、本形式はワンマン運行準備車としての導入で、1968年3月に506号がワンマン化改造が施行され、乗務員の訓練等に用いられた。他の五両も順次ワンマン化改造が施行され、 同年12月1日からの同社初となるワンマン運行に投入された。なお、改造に伴い側面行き先表示器は使用停止となった。暖房は電気ヒーター式のものが1980年に、冷房は三菱電機製のものが1984年に全社へ設置された。冷房改造は501.502号が自社工場にて、503から506号は、 西鉄産業にて施行された。1984年から1985年にかけて全面行き先表示器の自動巻き取り化と方向膜のカラー化が実施され、それと同時にワンマン化改造で使用停止となっていた側面行き先表示器も復活した。流用品のブリル 77E 台車は長崎電機では本形式のみが装着しており、 部品統一の観点から早い段階で振り替えが検討されていた。また1980年代後半には老朽化も進行していたことから、1986年より2 0 2系、1 0 5 0系、1200型で用いられている K1、例台車への振り替えが始まり、1991年までに全車で交換が完了した。2018年4月現在、 5両が在籍する。501号は2014年3月末付で廃車となった。1982年の長崎大水害では506号を除く5両が被災し、走行不能となった。被災した車両の中には、側面窓の高さまで冠水、座席も一部が流出したものもあったが、後に全車復旧している。全車両長崎スマートカードに対応している。 この形式以降、自社発注の引き戸を持つ車両は3000型まで製造されなかった。いずれも同社の電車としては初めての装備であった。37. 3 7 3ットとする文献も存在する。ありがとうございます。